皆様こんにちは。政治アンターティメントニュースに関するチャンネルでございます。これから本日のトップニュースをご覧ください。鶴瓶、ええ会見でしたでしょ。信仰深い中井を思いやる。あいつは、しっかりしてる鶴瓶中井は、しっかりしてる2020年2月22日18時16分。 スポニチャーネックス写真拡大落語、タレントの小福亭鶴六68、が22日、大阪市の大阪小竹座で行われた、小福亭銀瓶話の会大阪小竹座で、銀銀。に、特別ゲストとして出演。中井正宏の会見での発言に、騎手前にホリンとの3人が爆笑。会社を辞めるな、中井正宏、47、が21日に開いた。 ジャニーズ事務所大社の会見について、ええー、会見でしたでしょと、笑顔で話した。話の回、通用口から帰路につこうとした鶴瓶は、開口一番、僕はコメント出しませんよとしながら、会見について問われると表情を緩めた。出待ちのファンと記念撮影やサインをしながら、報道陣に丁寧に対応。去り際には、あいつは、しっかりしてますからと可愛い,い芸能界の後輩を、 思い合った。鶴瓶は、中井と、日本テレビ、ザ、世界行天ニュースで20年近くともに、MC として、番組を進行。8年公開の映画、私は会になりたいでも共演するなど進行が深い。外部サイト鶴瓶バカ野郎総理熱演、昔の政治家は今とちょっと違う。そこを見て、鶴瓶正解に苦言。鶴、昔の政治家はちょっと、